BTS のクオズといえば、ジミンとテテ、クオズの意味は、95年生まれのメンバーたちという意味です。9、5と英語の S を合わせて、ハングルにしたものです。同じグループ内はもちろん、それぞれ違うグループでも、同じ年に生まれた人をまとめてクオズと呼びます。BTS 内だけでなく、他の K-POP グループでも使われる呼び方です。アーミーは、9月5日をクオズの日として、ジミンとテテの二人を祝っていることはご存知でしょうか？ジミンとテテは同じ95年生まれの同い年ですが、他にも共通点が多く、お互いをかけがえのない友達として大切に思っています。今回はそんなクオズの二人のこれまでのエピソードや、二人の友情を歌った曲フレンズ、2024年9月最新のジミンとテテの近況を紹介します。ジミンとテテの共通点。二人の出身地ですが、ジミンはプサン、テテはテグで、二人ともキョンサンド出身という共通点があります。キョンサンドは、韓国の地理的に、日本に一番近いところに位置した地域です。首都であるソウルとは、文化も言葉も違うキョンサンドで生まれ育った、ジミンとテテ。後に二人は、ソウルに引っ越すことになりますが、ジミンも、テテも、期待と不安に満ちたような、同じ気持ちだったのかもしれませんね。テグで、ビッグヒットエンターテインメント現配部の公開オーディションが開かれたのは、2011年の夏でした。親に参加を反対されたテデは、友達の付き添いで会場に行き、その帰り際、審査員に、非公開オーディションを勧められます。親にはスタッフが電話で説得してくれ、練習生となります。事務所は、テテを秘密兵器とし、デビューの戦略として、デビューまでテテの存在を明かさないことにしました。そのため、BTS のデビュー前のプロモーション活動や、ビデオブログにも、テテだけが入れてもらえない状況が続きました。ファンに向けて発信ができず、取り残されそうなテテの不安と心細さを支えたのが、同じ95年生まれのジミンでした。ジミンは中学に入ってからダンスに熱中し、名門の、プサン芸術高校を受験して、首席で入学します。専攻は現代舞踊でした。ジミンの滑らかなダンスの基礎が、ここで築かれていったのですね。そして高2の時、学校の先生の勧めで、プサンで行われたビッグヒットの公開オーディションに参加し、見事合格しました。ソウルに引っ越したジミンは、テテと同じ、韓国芸術高校の舞踊科に転校します。いつも一緒にバス通学し、社交的なテテは、人見知りのジミンをクラスメイトたちに紹介したりして、ジミンが周りと打ち解けられるように気遣いました。ジミンが練習生になったのは、BTS のメンバーが最終決定する、わずか半年前でした。それぞれのポジションはすでに決まっていたので、ジミンが加入するためには猛アピールが必要でした。学校で丸一日過ごし、朝3時、4時まで練習しました。2時間ほど寝たら、1時間歌って、また投稿する日々、多忙を極めたため、ある公式動画で彼は死ぬかもしれないと思ったと話しています。それほど努力したジミンでしたが、事務所の会議では毎月のように放出されそうになったそうです。アイドルとして生き残るのは相当な狭き門であることがわかります。ジミンが退所させられるかもしれない。そんな状況を変えたのはテテの一言でした。スタッフからジミンをどう思う？と聞かれたテテは、ジミンの存在がいかに自分にとって重要であるかを訴え、一緒にデビューしたいですと答えたのです。ジミンと一緒にデビューしたいと直接話したテテ、現在の二人が同じグループでデビューし、活躍するための最初の大きな運命の分かれ道とも言えるエピソードですね。他にも、二人の友情を物語るエピソードとして、2017年に公式ファンコミュニティ動画でテテが読んだジミンに宛てた手紙があります。今までいい思い出を残せて本当に幸せだった。そして、ごめんね、いつももらってばかりで、僕がトイレで泣いていると、一緒に泣いてくれて、一緒に夜明けにこっそり出てきて、笑ってくれて、気にしてくれて、考えてくれて、僕のために努力してくれて、理解してくれて、悩みも聞いてくれて、足りないものだらけでかっこ悪い僕をたくさん愛してくれて、これからも一緒に花道だけを歩こう。愛してるよ。
僕の友達、泣きながらこの手紙を読み、ジミンへの本音を打ち明けたテテ。二人の友情に、アーミーの胸も熱くなったのではないでしょうか。二人の友情を歌った曲フレンズ。2020年、ジミンが作詞作曲に加わった、フレンズというテテとの、デュエット曲が、アルバムマップオブザソウル、7に収録され、リリースされました。テテの手紙へのアンサーソングのような、二人の友情を歌ったこの曲は、アーミーの中でも人気の高い一曲です。ひときわキラキラしたソウル、スクールバスで話したというフレーズの数々に、練習生だった頃の二人の思い出が蘇っていきますね。この曲の中に餃子事件は、コメディ映画のようだったというフレーズも出てきますが、この餃子事件は、ジミンとテテの二人らしい喧嘩のエピソードを指しています。どんな内容かというと、練習をしながら餃子を食べるか、それとも練習の後で餃子を食べるかをめぐって、二人が言い争いになり喧嘩した事件です。練習するために来たんだから、練習が終わった後に餃子を食べようと主張するジミンに対し、テテはお腹が空いたから餃子を食べながら練習をしようと言い張ったそうです。聞いている側は喧嘩の理由が可愛くてクスッとしてしまいますが、二人の中では大切なことだったのでしょうか？練習時間は長くはないのだから、餃子を食べてダラダラしないようにと考えたジミンでしたが、テテはこの時ドラマの撮影とコンサートのスケジュールに追われていて、相当忙しかったらしく、お腹が空いて練習に集中できないレベルだったそうです。どちらの意見も納得できてしまいますね。この餃子を食べる食べないで大喧嘩になり、しまいには呆れたヒョンたちに外でやれと、練習室を追い出された二人でした。しかし練習室を出た後も喧嘩は収まらず、なんと4、5時間も喧嘩は続いたそうです。すぐに終わりそうな喧嘩の内容なのにびっくりですよね。後になっては笑い話になったこのエピソード、一歩も譲らない二人が微笑ましいですね。テテはこの餃子事件を通じて、ジミンとの仲がもっと深まったとも話しているようです。ジミンとテテの近況。2024年9月現在、ジミンもテテも兵役の最中ですが、入隊前に用意された様々なコンテンツでアーミーを楽しませてくれます。中でも、BTS のジミンとジョングクが二人旅をする姿を追った BTS ユニット初となるトラベルバラエティー IUSHUA がディズニープラスで独占配信されています。ジミンとジョングクの二人が入隊前の2023年の夏に世界を旅するリアリティチャンネルで全8話の中でアメリカのニューヨーク、韓国のチェジュ島、日本の札幌の3カ国を楽しむ二人の姿が見られます。韓国のチェジュ島を訪れた回では、スペシャルゲストとしてテテが登場。特別ハイライト映像では、なんで置いてくの？僕も行きたいと言ってきましたというテテに、ジョングクが頑固なんですとコメントするなど、テテも参加したかったとアピールする、可愛らしい姿が確認できます。さらにジミンとテテが、公園の遊具の何とも言えない絶妙な動きを、全身で表現してみせる、お茶目な姿は必見です。プライベート旅のようなコンセプトのチャンネルなので、二人の自然体な仲の良さを見ることができます。ジミンの除隊日は、2025年6月11日、テテの除隊日は、2025年6月10日、二人の除隊予定日は、1日違いで、二人が揃った姿を見られるのが待ち遠しいですね。ソウルメイトとして友情を分かち合うジミンとテテ。出会った頃から現在に至るまで、様々な思い出と共に成長し、ある時は親友、ある時はライバルとして、アーミーたちに素晴らしい姿を見せてきてくれました。二人の友情は、名曲フレンズにも残された通り、いつか歓声が止む時でも、ずっと続いていくことでしょう。2025年の9月5日、クオズの日は、ジミンとテテがすでに除隊して迎えることができる年です。二人の友情を一緒にお祝いしたいですね。それでは今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。